こんにちは山本道場のですさて今日はですねこの「山本道場ゴルフ TV」をご覧いただいている皆さんにいろいろちょっとねゴルフがうまくなるっていうことについてちょっとお話をしたいなと思います。うん えー、私はですね、えー、実際にゴルフのレッスンを始めてからもう25年6年、えー、経ちまして、えー、この「山本道場ゴルフ TV」の動画そして「山本道場ゴルフ TV」のメンバーシップというものを使ってですね、えー、まあ少しでもゴルフがうまくなりたいという方のために まあ面白おかしく、えー、普通常とは違う視点で、ゴルフがうまくなる情報を、そんな中でですね、ゴルフでうまくなるってなんだろう、ゴルフが上達するってなんだろう、いいスイングになるってなんだろう、いい球を打つっていうのはんだろうということを。 まあ、ずっと考えてるわけですね、まあ、これ考えるのが好きなんでそれはいいんですけどこれね皆さんねこの、えー、私が、えー、ゴルフを教えるというコーチの、えー、立場からですね、えー、やっぱり、えー、思うことこれをねもう皆さんにはもう本当にそのまま今回お話ししたいと思うんですが。 実際にレッスンをしていて、えー、ゴルファーにはやっぱり二つのタイプがありますこの二つというのはですねゴルフが上手くなる人とゴルフが上手くならない人ですこれちょっと衝撃的かもしれませんが あのー、まあうちのチャンネルで、えー、出ていただいているデイビスさんもう皆様お分かりの通りゴルフが上手くなる人です、ね、でゴルフがどうしてもいくらやっても上手くならない上達しないんだよな分からないんだよなっていう人はえゴルフがうまくならない人なんですけどもゴルフが の上手くななり方を知らない人だと思います。で、この「山本道場ゴルフ TV」というのはですね、まあ、元からなんですけどもこれどうしてこの YouTube に私の動画を上げ出したかというともともとね山本道場に通ってくれているレッスン生の皆さんに、まあ、間の時間、えー、例えば えー、金曜日にレッスンがあったとしたら次の金曜日まで何もないわけですよね。その間に何か、えー、ちょっと参考になるものをまあ参考になるんだったらちょっと面白いものをあげようかということで始めたのがきっかけなんですね。これを通じてですね、えー、レッスン生の皆さんには。ゴルフが くなるゴルファーにななっっててほしいとと思って始めたことは間違いないなゴルフはうまくなるというよりもね「そうかこういう考え方をしたらゴルフはうまくなるんだ」お「お待てよ」と「俺がやってきた私が買ってきたやってきた経験スポーツやってきた経験同じじゃないか」と「そうか」何かできない ことができるようになるっていうのは同じなんだなとこれになった瞬間にですねもうゴルフが上手くなる人間ゴルフが上手くなるゴルフはなるわけですこれがね一番上手くなる方法なんです正しいゴルフのあり方はどうだ正しいスイングのあり方はどうだっていうものを もちろん正解ですでもこういうことがゴルフがうまくなるゴルファーになってから、えー、そのことを見た時うまくなるんですよ。それ気付いた時実は全部、えー、この山本道場ゴルフ TV の動画を見てもで他の レッスンの YouTube なり、えー、通われているレッスンのところでいろんな先生に言われてることもですから、えー、このまあせっかくこの時間この瞬間山本道場ゴルフ TV をこの動画を今回の動画を見ていただいてることをきっかけにしてくれるならば。 皆さんはゴルフで悩んでる人はゴルフがうまくなるゴルファーになることを目指してくださいどうやったらゴルフがうまくなるんだろうではなくてゴルフがうまくなるゴルファー実際に何回も言いますゴルフがうまくならないゴルファーの人いますもっと言えばたくさんいます私がレッスンしてと思います でもそういう人たちに私はどうするかと言ったらいろんなことを話しながらいろんな例えをしながらこういう考えでいてくださいねこういうふうにうまくなるんですよっていうことを話しましたそれはゴ先生がでこんなゴルフに関係ない話するんやろう とかね、いろんな考え方の話を今までしてきたんですけど、いやいやせ、そんなことよりもゴルのことを教えてほしいんだけどっていう不満はね、あった人もいるかも分かりますよ。でも絶対に正しいことを自分の中で先入観なく、えー、すっと自分のものにしてしまう人もいるわけです。そういう。 えー、いわゆる何をやってもスポーツがうまくなるあこんな感じだよねっていうふうな人は何かしら、えー、その法則体を使う法則っていうのが分かってるわけです。その法則って実は、えー まあもう自慢じゃないですけど山本道場ゴルフ TV の動画の中にいいっぱいありますそのスポーツを経験してなかったとしてもやってみたらこれ面白いなってことがいっぱいあります。ですからぜひねえこの今回のこの動画を見ておーよしどうやったらゴルフが上手くなるかということの前に。 ゴゴルルフフが上手くなるゴルファーにやってみるじゃないかとなってみるじゃないかというきっかけがね、えー、出てくれればいいかなと思って、えー、この動画を撮りましたそして最後に、えー、一つ宣伝をさせていただきたいと思いますまあ、えー、この「山本道場ゴルフ TV」のメンバーシップでやってます山本道場 ゴルフ TV 初心者同情生それから同情生特待生とあるんですけども一応ねこの1月から3月までレッスン12まで終わったんですけど、えー、私としてはですねこのメンバーシップをやってきて、えー、2年今年で3年目になるんですけどもうなんとね この2022年この初めの3か月でまあ去年で「よし卒業!」って思って1回卒業された方「分かんねえや!」と思って挫折を残念ながらしてしまった方この今回の動画で「よしそれだったら覗いてみようかな」と思った方 この自分で自慢ではないですが1月から3月までのカリクリアムは非常に面白いよくできたことだと思いますゴルフとは全く関係ない動きや説明やあそういうものがまあたくさんありますえですのでまあ12動画ですよね えー、初心者から始める人は初心者同情生なんですけども同情生で、えー、正規の同情生でやるっていう方は、えー、初心者同情生の動画も見れますから24動画 <laughs> 特待生に至ってはですねまあもう200動画近くになるんですけどもまあ全部のカリキュラムの中に私の どうやったらゴルフがうまくなるゴルファーになるかっていうものを今まで2年3か月かけて入ってきたものは特待生は全部見れますんでそれをやってもらうといいと思いますしえゴルフがうまくなるゴルファーになってもらいたいとこのメンバーシップの動画も作りました。 ですから理解したあとはもう変な話卒業してもらってでたまに何やってるのかなと思って入ってもらっても別にいいですし、えー、その後はですは、ね、何か理解した場合にはです、ねまあ、デイヴィスさんとかそういう,う方のようにです、ね、どんな理屈を見ても自分なりにすっと落とし込めて全部が理解できないじゃなくて全部自分なりに理解するというようなね ちょっとゴルファーが山本道場ゴルフ TV から育てられたらいいなと思ってますので引き続き山本道場ゴルフ TV の動画と興味がある方はですね山本道場ゴルフ TV メンバーシップの方に覗いてもらってもいいかと思います。 さあ、えー、それではですね、えー、実は4月からは、えー、これはこの「本チャンネル」でもそうですけれども、えー、ゴルフのスイングこれはもう今話をしましたようにゴルフが上手くなるためのお必須条件なんですけれどもゴルフでゴルフクラブを使ってボールをおーコントロールするためには。 一番私が考える上で大事なことはですね身体,操作なんです体をどういうふうに使えばいいんだどういうふうに意識すればいいんだこれができればトップやクラブの使い方やクラブがボールを打つ瞬間のことインパクトフォローフィニッシュまで全部できてしまう これも私の長年の、ねえー、このどうしても分からないなと思ってたことも含めて私はまあ,あ納得がいかなかったんでそういう説明というのはしてこなかったんですけどもトップの位置や切り返しやアウトサイドインやインサイドアウトやこう,いう軌道やどうちゃらこうちゃらねいろんなものというのを説明してもですねできないわけですよ、ね、じゃあどうやってできるるになるのか 私がですのでどうやったらできるようにしているのかこれは身体操作なんで,すでねこの身体操作ということを主にこの4月はやっていくんですけれどもこれはですねゴルフではなくゴルフじゃない、えー、いろんなあメソッドこういうもので考える方が身体操作というのはどんどん イメージができてきてて、えー、ゴルフに結果的に活かせる感じになってきますので、えー、ちょっとこれからの動画に期待していただく人はですねちょっとゴルフの常識これを見ていただいているうちを見ていただいている方はゴルフの常識自体がないとは思いますがもっとこれはゴルフに関係ないの俺がやったことないからわからないよっていうようなことではなくこれは身体操作なんだと。 体をどういうふうに扱うのかそれさえ習得できればあとクラブを持ってやればいいじゃないかということにつながって結果的にまあ自分が満足いくスイングそして満足いくボールを打つことにつながるかと思いますのでそういった目でですね4月からは見ていいただければと思いますそれでは今後とも山本道場ゴルフ TV をよろしくお願いします。 いつも山本道場ゴルフ TV をご視聴いただきありがとうございます評価もぜひチャンネル登録はこちら Twitter、Instagram、LINE アカウントも始めましたのでチャンネル登録の方よろしくお願いしますお。<laughs>